こんにちは、ふいこです。今回はですね、こちらのピボットさんのチャンネルに動画で出演しますので、その告知の動画です。そしてあと舞台裏についてもこの後紹介していきます。本日11月20日20時公開のピボットのマネースキルセットというコーナーで、私が新NISAについて解説するという、そんな動画の内容になっております。こちらのサムネイルの動画です。概要欄にこちらのサムネの動画のリンクを貼っておきます。こちらのピボットの動画では、新NISA何から始めたらいいのか、月何円を積み立てればいいのか、SBI 証券と楽天証券どっちがいいのか、米国株と全世界株どっちがいいのか、といったことについて解説しましたので、そういった内容が気になる方は必見ですね。私が解説しながら、エクジットの林太郎さんと国山ハセンさんにツッコミを入れていただいたりするっていう、まあそういう解説したりトークしたりっていう、そういう形式の動画になってます。投資をやるなら人気ナンバーワンとナンバーツーの SBI 証券と楽天証券がおすすめです。初心者が投資をやるならこのどちらかにしておけばまず間違いはないと言われている2つの証券会社ですね。概要欄に SBI 証券と楽天証券の公式サイトへのリンクを貼っておきますので、まだ口座開設をしていないという方はリンクから詳細を確認してみてください。ではここからピボットの収録ですね。舞台裏動画の本編が始まります。ではピボットさんのスタジオに行ってきまーす。今日ですね、メイクさんをつけてくださるらしいので、日焼け止めだけ塗ってすっぴんで行きまーす。イエーイ、楽しみ。いやでもすごい緊張しますね。芸能人に説明するんですよ。やばくないですか？意味わかんない。まず芸能人と会ったことない頑張ります。いい動画をお届けできるように頑張ります。ふいこと申します。よろしくお願いします。今ちょっと外出ちゃってるので、足の代わりに。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、大丈夫です。はい、メイクしていただきました。すごい。これスタジオに向かってますね。で、頑張って笑顔を作っているんですが、実際はすごく緊張してますね、これ。で、スタジオこんな感じですね、ぐるりと。いつも文字の大きさどのくらいですか？こんなもんですか？そうですね、全然これぐらいで。本編見てくださればわかるんですけど、本編の後ろのホワイトボードにですね、あらかじめ書いておいた文字っていうのをですね、書いてますね、こんな感じで。で、これ緊張のあまり文字を間違えるんじゃないかとすごい不安でですね、何回も台本を確認しながらですね、書いてますね。本当に私、見た目では緊張してないように見えるとよく言われるんですけど、心臓バクバクですからね、これ。本当にもう、まあいい経験でした。本当に、いい動画になったと思いますんで、エクジットの林太郎さんも、ハセンさんもですね、いいところでツッコミを入れていただいて、面白い動画になってると思いますんで、ピボットの動画は概要欄にリンク貼ってありますので、見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。すいません、ありがとうございます。で、メイクさんがですね、メイク直しとかしてくださって。はい。ありがとうございます。ここニキビができちゃって。そうなんですね。髪型も直していただいて。はい、ありがとうございます。メイクしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。撮影終わりました。西村さんです。お世話になりました。はい、京都の西村と申します。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に楽しかったです。あ、そうですね。はい、本当にもうなんか芸能人の方とお会いするっていうこと自体がまあミーハーなんですけど、楽しかったです。林太郎さんはお好き、なんだかもともと好きだったんですか？あ、見てました、見てました。あ、本当ですか？普通にピボットを見てたので。え、マジですか？なので面白いなと思いながら見ていて、自分の YouTube にもちょっと参考にしつつっていうのは、いや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 、あったんで。いや、むしろ今回僕らがめちゃめちゃ参考になったんで、めちゃめちゃ、またちょっとなんかいろいろと。今後ともよろしくお願いします。いや、ぜひぜひ、大丈夫ですか？ハセンさんとか喋らなくて。え、多分、います？出るかな？ハセンさんです。ハセンです。
今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごいいろんな質問してくださって、もうすごい米国株推しなんですね、はい、いや今日私はでも一つの結論にね行き着きましたから、はい、まあ、それはピボットの方でぜひご覧ください、はい、まあ、一つだけ言えるのは、はい、冬子さんは未来の私そんなにですか、その未来の私なので、まあ、でもやっぱりピボットはその、まあ、私の意見も、まあ、言っちゃえば偏りはあると思うんですけど、はい、いろんな方の話聞けるのがすごいいいですよね。あ、そうですね、それはもう間違いなく、そうですよね、あの今回のみならずですけど、うん、そのマネースキルセットだとなんかいろんな視点で、はい、今回新ニーサっていうのがテーマですけど、あ、まあ、それだけじゃなくて、はい、いろんな視点でこう投資について、はい、学べるコンテンツになっているので、ぜひなんか皆さんに見ていただきたいな。ぜひ見てください、はい、概要欄に貼っときます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。金の盾ゲットしました違いますけど、すごいですね。高いですよ、それ高い。売ると高くなるんですか。売ると高くなります。いくらですか分かんないですけど100万くらいか。いや、もう100万じゃちょっと売れないですねこれでもそのうち風子さんも行くんじゃないですか。いや、行きたいですね。はい、頑張ります、はい。はい。ありがとうございます。こんな感じで新幹線で帰宅しました。疲れたけど、すごく楽しい時間でしたね。寝てますね、こんな感じでね。で、今後もですね、自分の YouTube チャンネル以外での活動をどんどん広げていく予定です。で、これまだ発表はできない内容もいろいろあるんですけれども、今決まっているだけでも実は6件ほど新しいコンテンツを提供できる予定があります。もうこれね、言いたいですよ、言いたいですけど、まあ、いろいろね、決まってるものがあるんですけれども、言えないんですね。はい。すごく、もう言っちゃいたいです、今ここで。以上が今回の舞台裏動画でした。そして最近動画更新の頻度が若干落ちてしまっているんですけれども、その理由2つあって、こちらの2つですね、インフルエンザにかかっていたというのと、他の仕事がいろいろ入っていたということでですね、1つ目のインフルエンザにかかっていたということなんですけれども、インフルエンザはですね、熱自体はもう下がってるんですが、喉の痛みだけ長引いてしまって、今回の動画もですね、ちょっと聞き苦しい音声になっているかもしれません。完全にはまだ治っていません。一旦治ったかなと思って動画撮影したらまたぶり返してしまったりとかして、なんだかんだで1ヶ月ほど調子が悪かったです。ただそれも次第に治ってきました。で、二つ目の理由として今回のピボットのような他の仕事がありがたいことにいろいろ入ってきていたんですね。そのためこのチャンネルでの動画の更新が遅れてしまったというのが二つ目の理由です。この二つ目の理由はまあ正直言い訳ではあると思うんですね。視聴者の皆様にもっと楽しんでいただく、有益な情報をゲットしていただくためには動画の更新頻度っていうのがすごく大事だと思っています。なのでこちらは改善すべき反省点だと思ってます。ただですね、現在は更新が遅れていた理由の2つとも改善しつつあります。喉の調子の方は 80% くらい治ったかと思いますし、保管券の仕事もちょっとずつ落ち着いてきました。ですので、更新頻度は徐々に増やしていきます。今後も皆様の資産額アップにつながる有益な情報を提供していきます。今回、ピボットさんの動画で解説役として出演させていただいたんですけれども、私自身まだまだ資産形成の途中です。私も皆様と同じ初心者ですので、皆様と一緒にお金の勉強しつつ楽しく資産形成頑張っていけたらと思います。ということで今回の動画以上です。参考になった方は高評価チャンネル登録していただけると私のモチベーションなので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。